北西ブルートの車両住み、丸くん1406号車北東ブルートの車両住み、丸くん1409号車南ブルートの車両住み、丸くん1404号車南ブルートの車両、住林ちゃん1401号車専用予備車1411号車、住田区内循環バスは、東京都住田区が運行するコミュニティバスである。愛称は、住田百景住み、丸くん、住林ちゃん、 2012年3月20日運行開始。押上駅を奇襲点とする循環路線3ルートが運行されており、運行開始時より全ルートで京成バス奥の営業所に運行を委託している。2006年12月に策定された墨田区基本計画の中で墨田区の観光戦略として区内の観光施設や公共施設を回る巡回バスの導入について謳われた。また、 2008年3月に策定された墨田区都市計画マスタープランにおいても循環ミニバスの検討が盛り込まれた。これらを踏まえて墨田区は2008年に区内循環バス導入に向けた調査を実施し、どのようなコミュニティバスを導入すべきか検討した。その中で以下のような方向性がまとめられた。2009年11月には区内循環バスの運行ルート案等をまとめ、 パブリックコメントの募集及び区民説明会を実施した。同年12月21日には道路運送法に基づく地域公共交通会議として区内循環バス運行検討会を設置し、構成員となる住田区地域住民及び区内バス事業者などにより具体的なコンセプトや運行ルートなどが議論されてきた。2011年には 運行検討会で示された運行案等をもとにした運行事業者の選定が行われ、同年7月に京成バスが運行事業者として選定された。また、運行事業者決定と前後して、区内循環バスの愛称の募集が実施された。専用バス停、ポール北西ブルート、遠徳寺入口全3ルートとも、押上駅を起終点とする片方向循環路線である。 いずれも一周の走行距離は比較的短い。区内の公共施設や鉄道駅のほか東京スカイツリーや江戸東京博物館、国技館、水上バス、東京水辺ライン両国発着場、その他下町の自社など観光施設を経由する。車両は5種類のラッピング装飾が施された日のポンチョが導入された。うち1台は電気バスである。電気バスは 東京都羽村市のコミュニティバス、羽村アンと同系同年式の車両を導入。電気バスについての詳細は、日のポンチョ電気バス、電気バス日のポンチョ電気バスを参照。ディーゼルバスには、すみまるくん、電気バスには、すみりんちゃんの愛称が付され、祭り装束を身につけ、青色のハッピーを着てねじり鉢巻きを締めた男の子、すみまるくんと、ピンク色のハッピーを着て、 星の髪飾りをつけた女の子、スミリンちゃんのキャラクターがそれぞれ描かれている。また電気バス、スミリンちゃんを除いて天窓を装備する。また、車両はルートごとに色分けされている。2021年3月9日、京成バスは車両メーカーからの申し出により電気バス、スミリンちゃんの運行を終了したと発表した。今後の電気バス導入については未定としている。 なお、ハムランでも同時に電気バスが運用離脱したが、ハムラ氏は車両の老朽化が理由と説明している。ありがとうございます。